走行中は安全のため座席から立ち上がったり手や顔を外に出さないようにお願いします。それでは湖を熱帯のジャングルと開拓時代のアメリカ西部を巡る冒険の旅に出発です。最終チェックとなっております。鉄道が開拓時代に東部の都市と西部の荒野をつないでいた列車と同じ蒸気機関車だからなんです。列車は全部で4台あってそれぞれアメリカの有名な川の名前が付けられているんですよ。今皆さんが乗っているのは湖号です。さて皆さん、このウエスタンリバー鉄道がただの蒸気機関車だと思ったら大間違い。これから皆さんは春が時間を遡りアメリカの西部開拓時代へと入っていきます。右手にある小さい駅はスティルウォータージャンクションという。開拓者たちはここで蒸気船や駅馬車に乗り換えるとフロンティアを目指してさらに旅を続けるんですよ。いよいよアメリカの西部です。未開拓の土地で生活するのはとても厳しいんですが、ここには美しい自然とそれから何より一攫千金のチャンスがあります。お、川の向こう小屋が燃えています。開拓者の夢が灰になってしまいましたね。しかし、フロンティアスピリットが燃え尽きることは決してないでしょう。おや、インディアンの部族がキャンプをしてますよ。ほらほらほら、子供たちが皆さんを歓迎して外に出てきています。インディアンの言葉で我々は仲間だということをミタクエオアシンというんですが、こっちも手を振ってみましょうかね。ミタクエオアシン。彼らの家は
ティーティーと言ってバッファローの群れを追って移動しやすいように簡単に持ち運びができるようになっています。バッファローの肉や皮は料理や服やテントの材料になるんですよ。それから若い連中はよく鹿を狩りに行っているんですが、こういう動物たちがこの部族の生活を支えているんですね。この線路に沿って流れている川はアメリカ川といいます。そしてほら、その向こうに見えているのがトム・ソーヤ島です。迷路のような洞窟があったり、回転する大きな岩やお城の形をした岩があったり、トム・ソーヤ島はまさに自然が作り出した冒険の島です。あいつはプレーリードッグといって、西部ではあちこちで見かけるんですよ。どんなにタフな開拓者だって、あの小さくて可愛い動物を見たら思わずにっこりしちゃうでしょうね。左の方に滝が流れている山が見えますか？あれが有名なスプラッシュマウンテンです。ここクリッターカントリーには森の小さな動物たちがたくさん住んでいるんですが、彼らは自分たちの力でこの土地を開拓したんですよ。彼らはとても親しみやすくて、ここを訪れればいつだって暖かく迎えてくれます。西部の街が広がってます。カーボーイや牧場主、それに多くの開拓者がこの街に立ち寄って生活に必要なものを買ったり、食事や音楽を楽しんだりしてるんですよ。ある開拓者しかこの山に入ろうとしません。それからあれです、恐竜の骨が見えますよね。あの骨はまだこの山がゴールドラッシュで賑わっていた頃、鉱山鉄道の建設中に偶然出てきたものなんです。実はこの山の周りでは他にもいろいろな種類の恐竜の骨が見つかっているんです。つまり人類の祖先が誕生するよりずっと昔、この辺りは巨大な恐竜たちが支配する世界だったんです。
は見たものは他の人には内緒ですよ。さあ、もうすぐウエスタンリバー鉄道駅です。列車が完全に止まるまで座ったままで待っていてください。降りるときは、皆さん、ご案内があるまでは座った